はい、じゃあ、亀岡です。今日はですね、えー、日経平均が大きく暴落をしていますので、先物も,もですね、まだ400円近く下がっているんですよね。なので、えー、こういったですね、暴落の時にですね、個人投資家はどんな対処をした方がいいのか、そして暴落をチャンスに変える方法ですよね。どんな心得があるのかということをですね、今日は特別動画、緊急動画としてですね、個人投資家の7つの心得ってことだよね。 え急落、暴落で大切な7つの心得になりますので、ぜひですね、これを知っておいてもらいたいと思います。もちろん、今からですね、フレレバーの人は間に合わないかもしれないですけども、ここでですね、しっかりと乗り越えていけばですね、次の急落、暴落は必ずチャンスに変わります。なので、まずはですね、この7つですよね、の心得を必ず覚えてほしいんですよね。 について、今から解説をしていきますので、ぜひよろしくお願いします。かなり有料級の動画になっていると思いますし、まあ、なかなかね、このぐらいの内容をですね、無料で届けているですね、えー、そういったですね、まあ、 番組あまりないんじゃないかなと思ってます。まあ、それのような形で体系だったですね、えー、情報として分かりやすく初心者にもですね、伝えていきますので、えー、よろしくお願いします。で、7つですね、早速上から行ってみましょうと思うんですが、まずは一つ目ですね、安易に買い増しをしないということですね。こういったですね、急落暴落がですね、始まるとですね、安くなったと。あ これまでですね、ずっと監視した銘柄がですね、自分の望んでるところまで、えー、来たと、まあ。来る前にですね、むしろですね、もうね、えー、上がってしまうかもしれないから買っちゃおうという形でですね、早め早めにですね、結構出動しがちなんですよね。で、これはですね、これまでずっと高い価格をですね、見慣れてきたので、ちょっとでもね、えー、大きく下がると安く見えてしまうというですね、こういった心理が 働いてしまいます。これ皆さん、例えばね、えー、百貨店とかの,のですね、夏冬のバーゲンでも同じですよね。通常はですね、2万3000円をしたですね、セーターなどがですね、まあ、30%オフで1万8000円とかで安売りされてると、うわ、めっちゃ安いな、今買わないと損するって形で、えー、で喜びさんで買ってしまったりしますよね。でもそれって蓋を開けてみると結構着なかったりとか、 あまりですね、えー、お得な買い物にならなかったりとかしてしまいますじゃあなぜあの時冷静な判断ができなかったのかというとですねその前にですね、えー、結構そのセーターの値札を何度も見てですね2万3000円だって刷り込まれてるからなんですよねつまり高い時の、まあ、値段を覚えているので安くなるとめちゃくちゃお買い得に見えてしまうというのがありますただそれっておかしいんですよね本来単素の自分をですね、えー、を開けてですね 果たしてそのセーターの2万3000円そのものが適正なのかそれが30%オフになって1万8000円になったものがお買い得なのかということを実際に買うか蹴るかどうかとかね他の自分の持っているセーターとかと見比べながら考えないとおかしいですよねそういった形でこれまで慣れてきた金額に自分がまあ分かりやすく言うと洗脳されてるんじゃないかその高い価格が当たり前だと思っているだけなんじゃないかと 本当はですね、1万8000円のところが1万円かですね、そのセーターにとっては適正かもしれないと、そのような形で考えることがやっぱり大事になります。なので、安易にそういった意味ではね、買い増しをしないということがやはり大事になりますし、やはりエントリータイミングが開始前の全てなわけですからね、歌舞伎投資はもうここにつきます。エントリータイミングが全てなんですよ、それ以外はまずない。うん、銘柄選びもエンントリータイミングを間違えれば、 勝てないわけですよ NVIDIA だってここからもし3年かけて下がっていくんであればあれほど素晴らしい強いこれからですね、えー、将来有望なあ絶対に外してはいけない銘柄だと言われていたってエントリータイミングを間違えれば勝てないわけですよねそういった意味では安いところで買うことがまず第一条件勝つためにはねなりますので買いましょうねそんなに簡単にしてはいけないということになります儲け損なうんではなくていかにまずは 安いところをひたすら狙えるかということが大事になってくるんじゃないかなと思いますね。そして二つ目ですね。これも大事です。信用二階建てに気をつけるということですね。どういうことかというとね。例えば、キャノンを現物で買っていると。うん、で、キャノンを、ね、現物で買ってね。まあ、一番最悪はそれを担保に入れておいてですね。信用取引の担保ですよね。さらに信用取引でキャノンを購入するんですね。これを信用の二階建てと言います。 で現物で買って信用でもキャノンを買うと。そうすると同時に下がっていきますので、まずは担保のキャノンが下がりますよね。そうすると急速に信用維持率が下がります。なぜかというとね、担保のキャノンが下がっているわけですから。そして信用の、ね、キャノンも下がっていくということで、どん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 ,どんですね、実は資産が減っていってしまうんですよね。この信用の、ね、2階建ては、まあ、やりがちなんですけども、まあえに手を出すと、 非常に苦しい状況に追い込まれます。特に、これまでずっと信用取引をしてこなかった人は、担保の恐ろしさって知らないんですよね。信用で担保を入れると、こういった急落暴落が始まると、その担保に入れてる銘柄がまず最初に下がっていくんですよ。この恐怖っていうのは、味わわないとわからないんですよね。もうこのチャンネルでは何度もそれを話してきたんですけども、 まあ、なかなかね、まあ、そういった状況にならないと、ね、入ってこないんでしょ、最終的にはね。いくら話しても、スルーされるのでね。今話すと、あ、なるほど、上岡さんと、ようやくわかりましたと。本当のね、恐ろしさが、となるはずなんですよね。で、この信用取引の恐怖というのは、とにかく、維持率が急,減急激に下がっていく恐ろしさなんですよね。で、このあたりは、しっかりと、まあ、知っておかないといけないですし、ようやく知ったんであれば、それを忘れないってことが大事になります。 でね、3つ目になりますね。これはポジションを一気に増やさないってことですね。こういった急落はですね2空3空って形で間を空けてね日にちを空けて下がっていくものなんですよね。 まあこの先物がね、今下がってますけども、明日以降通かどうかは正直わからないです。日本株の先高感って言いますかね。えー、やはり来年再来に向けてですね、4万5千円ぐらいまでまた戻っていく、上がっていくんじゃないかって期待感もどっかでありますからね。そういうふうに考えると一時的な調整なので、えー、買いがね、買いを呼べば、えー、この先物のね、値崩れは明日以降また戻していく可能性はあまあ、ありますけども、かといってね、仮に信用のね、えー、で、フレーバーをしている人たちはですね、明日以降、 大きくですね、ロスカットとか強制ロスカットですよね、えー、をさせられていく可能性があるんですよね。そうなってくると、株というのはね、一旦お土場を迎えても、また2日後に下がって、3日後に下がって、4日後に下がってってなりがちなんですよ。これは、信用取引をしている人たちが、次々相次いでですね、えー、退場させられていくから、もしくは、やむなくですね、強制ロスカットをされていくからなんですよね。なので、えー、まだまだ、えー、下がっていく可能性も十分あるんではないか。いや あってもおかしくはないと。ある、あるべきだという考え方も結構正しいんじゃないかなと思いますね。という形で、ポジションをね、ちょうどちょうどずらしていった方がいいです。これを、まあ、その分割、もしくはね、えー、時間分割と言ったりもしますけども、あとは分割買いですよね。僕はね、えー、売りは3分割ですけども、買いはですね、まあまあ、あの、変動分割って言って、下に行けば行くほどね、えー、分割の手数を増やしますね。うん こういった形でね、ちょっと、こういった形で分割の手数を増やしていくと。これは変動分割と言います。まあ、プロの相場世の戦い方ですけども、まあ、逆言えばですね、変動分割を用いてでも、なるべくポジションを一気に増やさないというやり方を僕の場合は止しますね。こういった急落、暴落の時はね。まあ、特に、ここから先ですね、まだ下がるんであれば、何度も話せますけども、信用取引のですね、ロスカット、 来る可能,可能性がありますからね。まあ、そこを視野に入れておいて、えー、戦うってことも結構ね大事になってくるんじゃないかなと思います。そして4つ目ですね。余力確保しながらゆっくりと、まあ、できれば現物売買をしていくとことになりますね。現物投資ですよ。やはり、えー、ここ下がってきたからといってね現金がないから安易に信用に手を出すと結局同じことですよ。この2番目とね。うん。どんどんどん,どんですね、えー、この後 そこなしにまでにですね株価が下がってしまうと追い込まれてしまう可能性がありますまあ、このこの現時点でですねできれば本当はですね高くなったところを利確をしてキャッシュ率を高めておくってことがやっぱ大事なんですよここまで一方通行にですね一直線に踊り場なく上がったら調整が入って叱るべきなんですよね行き過ぎが必要なんですよだから僕はねこのチャンネルでは えー、三分割、売りのね、えー、利格をしていきましたと、いうことを話していますよね。で、現金キャッシュ率高まっちゃったけども、ここから上がっていっても、まあ、しょうがないかなと、元のところをね、えー、買うまでだということを話してきましたけども、逆にですね、ちゃんと準備をしてですね、キャッシュ率を高めておけばですよ全部じゃなくてもいいですよ利格はね。半分でも利格をしておけば、下がったところをね、再び買えるわけですよね。で、こういった形で、やっぱ、現金、 キャッシュが命なんですよね。こういった急落暴落の時はね。いかにその準備をしておけたかってことになります。で、ここで下がったからといって信用取引をに手を出してしまうと、やはり追い込まれますし、事前に現金を用意できてなかったキャッシュを率を高めてね。であれば、安易に信用取引に手を出さない方が、 いいんではないかなと僕は思っています。これはまあ最終的には自己責任ですけどね。えー、それで儲け損なったと言われても困りますので、ただ賭けになっちゃいますからね。今回生き残ってうまく儲けたとしても次は生き残れないかもしれないと。やっぱりギャンブルじゃないのでね、常に生き残る、常にサバイバルで優位に立つと、うん、いうことがやっぱり大事になってくるんじゃないかなと思ってます。まあね、例えば、あねえー、皆さんが将軍だったとして、今回ね、えー、将兵、えー、1万人失ったけども、 まあ、勝てたから良かったなってなったら、次は、まあ、必ず、大敗して負けますよね。ナポレオの戦い方、後半は、まあ、ボケてたかもしれないですけども、そういった戦い方をしたので、勝てなかったわけですよね。やっぱり、一平卒、一平も失わないって戦い方が非常に大事なんですよ。うん。そんな形で、まあ、常に思考を巡らして、うん、戦っていくということを、まあ、肝に銘じてほしいなとは思っていますね。そして、五つ目ですね。これも先ほど、ちょっと話しましたけども、 えー、4つ目でね、儲けよりも生き残ることを最優先するということですね。今回、仮にですよ、明日、急反発をし,たしてね、ああ、あの時買っておけば買っておけばよかったとなってもですね、その経験は必ず生きてきますし、そうならなかった時に退場させられていた可能性がありますよね。退場させられたらダメなんですよね。やっぱり 大きな大敗をしないってことが大事です。まあ小さな負けはいいですよ。僕ももうね、小さな負けなんか1年間に数百回やってますからね。別にそこは気にしないですね。大きな大敗は絶対にしちゃいけないんですよ。それは命を取られますからね。うん、そうしたら、歴史上から消えてしまうんですよ。実はと本当はね、この歴史、日本の歴史を見ていけばですよ。絶対にですよ。うん、絶対に、織田信長よりもね、徳川家康よりも、そして豊臣秀吉よりもですね、優れていた武将とか、 名称とかね参謀とかいたはずなんですよいたはずなんだけども黒田官兵よりもね優れた参謀とかね軍師とかもでも歴史上からね名前が消えてしまって残ってないんですよなぜ残ってないかその理由はたった一つです黒田官兵や徳川家康とかは生き残ってきたから歴史上に名前が残ってるんですよ一方でどんなにそれよりも優秀で優れていってね、えー、富も 県政を一時的に振るってていたとしてもですね死んでしまっては歴史に名を残せないんでしょう。このような形で、まず生き残ることが大事です。という形で、そのサバイバルをね、優先順位をちゃんと決めることですよね。生き残ることが,ことがまず第一第二に、えー、この中で利益をしたたかに狙うこと。そして三つ目が利益を出すこと,と。と、うん、このような形で順番を間違えないということを、まあ、肝にしっかりと命じてほしいなと思っていますね。 そして、6つ目ですね。あと2つありますのでね。絶好のタイミングはですね、あなたがここが絶好だと思った後に来るものなんですよ。うん、これはどういうことかというと、もうここがですね、えー、下がりきった、まあ、ピークだと、下げのピークですね。と思った次ぐらいが実は最大のね、そ、え、こ、ー、だというのが、まあ、この株式投資の世界ではよくあることです。まあ、特に大暴落と言われるようなリーマンショックとか、 IT バブルの崩壊とかね、コロナショックの方が起こった時とかね、えー、こういう時っていうのは、絶対に大きく下がって、ここは底根だと思われた、そのさらに下にですね、えー、底根があるものです。だから底根の騙しが一回は必ず起こるんですよね。まあ、今回はそうなるかどうかは別にしてですよ。まだね大暴落をしてるわけじゃないのでね。ただ、やはりあなたが絶好だと思ったタイミングよりも下にあると。これまでね。 の大暴落はですねというのは、まあ、片隅にね、頭の、置いといた方がいいんじゃないかなと思いますし、まあ、仮にね、えー、大底を狙わ,なくた狙わなくてもですね、個別銘柄を狙っていけば、まだまだ出遅れていく銘柄ってたくさんありますから、うん、仮に本命の銘柄がそこで底打ちね、反発してしまったとしても、他の銘柄を狙えばいい,い,いわけですから、出遅れてるチャンスはいくらでもありますから、なるべくですね、うん、その絶好、ここだ、絶好だと。 ま、信じきらないと、うん、いうことですね、うん。全額投資をするとかね。ちょっとね、余力を残しておくぐらいが、まあ、ちょうどいいんじゃないかなと思っています。そして最後、7つ目ですね。他のプロ投資家の判断よりもですね、優先すべきは自分のリスク許容度ということになりますね。まあ、X をね、ポストを見たりとか、 他のユーチューバーさんですよね。えー、見ているとですね。まあユーチューバーさんは顔出ししてる人がほとんどですし、結構親切な人が多いので、まあそんなに煽りはしてこないと思いますけども。まあ X さんとかね、ほとんどみんな、えー、偽名でやってますし、まあね、えー、女性と思っていたね、人が大体おじさんだったってことが多いですからね。まあ大体可愛い女性のね、後ろ姿とかでね、ね X 投稿制してしてね、えー、今年も3000万利益出しましたって人は大体おじさんですよ、おじさん。 <laughs> なんかこの間ニュースになってますよね。えー、捕まったのかな、うん、それでね、詐欺まがいのことをしてなんか、なんか捕まってるおじさんがいましたけども。で、そもそもね、X のアカウントは、えー、美女、美女なんですよ、美女。<laughs> まあそんな形で、まあ騙される方も騙される方ですけども、まあ X とかでね、無責任にここはこ根で買いだとかね、えー、ここからこの推奨銘柄で、えー、儲けますとか、えー、この反発で、L ビデオ3000万儲かりましたっていうね、 まず投稿があったとしても、まあ、それが本当だとか、嘘だとか、まあ、ここを置いときまして、そういったプロ投資家まがいのね、判断よりも、まずあなたの優先すべきは、リスク強度なんだと。それに追従して、今買わないといけないっていう形で、信用取引でね、会いに手を出したりとか、ただでさえ、ただでさえやばい状況なのにね、えー、ここからね、追撃外だと言って、えー、大きく買ってしまっても、まずあなたの信用維持率とかね、リスク強度はどうなんですか、というのを最優先見て、 えー、行くことが非常に大事ですし、その時にプロの判断とかどうでもいいんですよ。まずあなた、まずあなたが状況はどうなのかということを大一優に振り返って考えるということが非常に大事になります。うん、特にまあ X の投稿は僕は見てますけど、僕も最近 X 投稿毎日しているので、まあ、無責任な投稿が多いですよ。あとね、まあ、嘘も多いんじゃないかなと思っていますので、必ず気をつけてもらいたいなと思ってます。 あとはね、えー、まあネットとか、えー、メディアの情報とかね、まあ YouTube も含めて、私の情報もそうですけどね、まああいにそこに深入りせずに、最終的には自分で考えると。自分で考えたことだけが、次のね、えー、相場の経験として生かされていきますから、しっかりと自分で判断すると。そして、しっかりと、ね、刀を研ぎ澄まさして、鋭い投資家になっていくと。うん。修羅を超えていくってことも大事ですよね。まあこれが、八つ目ですかね。修羅を超えた数だけ、 強くなると、まあ、僕は何度も何度も修羅を超えてきてる,てるので僕の髪はね黒く見えますけども実は白髪なんですよ、うん、まあね鬼足と言われましたけどね、えー、それはちょっとね幻覚を見せて黒く見せるだけなんですけども、まあ、そういった意味ではね修羅の数だけ強くなりますからここはしっかりと超えていきましょうということでね今日の緊急動画特別編はね終わりにしたいなと思っておりますもしねコメントでですね質問とかありましたら、えーね、今回はお寄せいただいたらまあなるべく答えていきたいなと 答えられる限りですけどね。思っておりますので、引き続きよろしくお願いします。それでは、高速で。